J1 のガンバ大阪は4日、FW、渡辺千葉が、横浜 FC へ、MF、高坂井アルビレックス新潟へ、FW、高木大輔がレノファ、口 FC へ、それぞれ完全移籍することが決定した、して発表を行った。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試しみ、中、34歳の渡辺は、 横浜 F マリノス、FC 東京、ビッセ、神戸を経て2018年8月に G 大阪に加入。2020シーズンの J1 で、欠場1試合を除いた33試合に出場して6得点を、去、史上15人目となる J1 通算100得点も達成した。2018年の夏、ガンバ大阪の一員として迎え入れてくれた、と、 そして素晴らしい選手たちと切磋琢磨し、ま、競争した日々、ファンサポーターの迫力満点、応援に、見事なスタジアムの中、プレーできた、とは、自分の大きな財産になりました。偉大な、ラブでプレーした誇りはこの先も消える子はありませんと、渡辺はクラブを通して米、としている。東京五輪世代の22歳である高は船橋高校から2017年に、 G 大阪に入団。2019年8月から山口育成型期限付き移籍し、2020シーズンはリーグ戦41合わせに出場していた。2年半という期間で嬉しいとも悔しいこともありましたが、自分のプロしての土台を作ることができた、恋2年間だ、と思います。成長した姿をお見せできるよう子からも精進していきますと、こうはコメントし、いる。 25歳の高木は、東京ベルディで2013年にデビューし、山口を経て2019年8月に、次大阪に加入。2020シーズン、主に J3 のガンバ大阪 U23 でプレーし、トップ G では、ルバンカップの1試合が、唯一の出場だ。った1年半の在籍期間は、悔しさしか残っていま、ん。ただ全ては、 自分の実力不足が招いた結果と思っています。次の僕の目標は J1 で、ガンバ大と試合をすること。また、早がってこれる。うに自分らしく全力で戦ってきますと高木、コメントを述べている。また G 大阪は、FW 和美和成、GK 林、随明がそれぞれ横浜 FC、山口への期限付き渡るから復帰することも発表。 df ビナスジェフソンは川崎フロンターレからの期限付き席が満了して退団し gk タニテルオは湘南ベルマーへの期限付き遺跡を延長することが発表された。リョウ <music>